鈴木ワゴンがある鈴木ソリオ鈴木ソリオバンディット、ソリオバンディットはソリオの派生車種である。標準車とは外観デザインや内蔵が若干異なる。二代目は三菱自動車工業にデリカリーにカスタムとして OEM 供給されている。デザインは専用グリルや HID ヘッドライトで押し出し感を強めたデザインとなる。 ホイールやフロントアンダースポイラーバックドアガーニッシュ等が標準車とデザインが異なり内装では標準車のシート色がブラウンとブラックの組み合わせなのに対しバンディットではブルーとブラックの組み合わせになっている基本的なエンジン性能や足回り使い勝手などは標準車と変わらないフルモデルチェンジに際してデザインを一新特徴的な2連 LED ヘッドランプが採用された フロントフェイスはトヨタベルファイアを彷彿とさせるデザインになっている。テールランプは標準車と若干異なるスケルトンタイプとされ、ホイールデザインも異なる。車体色は標準車にはないツートーンカラーも選択可能になり、内装は標準車がシルバー基調なのに対し、バンディットはブラック基調となっている。発売当初はマイルドハイブリッド仕様である。 ハイブリッドメガボルトのみのモノグレード体系であったが、2016年11月に5速、AGS とマグーなどを組み合わせ、EEV 走行も可能とした、フルハイブリッドモデル、ハイブリッド SV が追加された。ハイブリッド SV では、トランク下のサブトランクにハイブリッドバッテリーとインバータを設置したため、マイルドハイブリッド車と比較して収納性が若干劣る。 2016年12月8日、特別使用車、F フリミテッドが発売される。ハイブリッドメガボルトをベースに、外装ではメッキアウトサイドドアハンドル、内装にはシート表皮やドアトリムにスウェードを多用し、インパネを中心にブロンズメタリック塗装の自主パーツを採用、専用本、革巻ステアリングとシフトノブ、後席右側ワンアクションパワースライドドア、クルーズコントロール、 助手席、シートヒーターなどが標準装備となっている。ボディカラーはヘリオスゴールドパールメタリックとミネラルグレーメタリックを F リミテッド限定で追加し、ヘリオスゴールドパールメタリックにはオプションでブラックにトーン温ーフ仕様も設定される。ソリオは王座、王権を意味するスペイン語。バンディットとは山賊の意味。ありがとうございます。